近視校は、哺乳高霊長目、オナガザルカシシバナザル属に分類される霊長類。別名ゴールデンモンキー。チベットコバナテングザル。中華人民共和国中西部模式標本の産地は、四川省。体長66から76センチメートル。オナガ56から72センチメートル。体重オス16.4キログラム。メス9.4キログラム。 聖夜は暗褐色や黒褐色。覆面は大々がかった白色。顔の周囲や胸部、詩は大々色。種商名ロクセラナは花が上向きだったとされるスレーマン一世の高級ロクセラーナに由来する。目上部や花の周囲は単成色で興奮は白い。シシはナザル族をドクモンキー族ピゴスリックスに含める説もあった。 雲南奇襲シシバナザル、ライナパシーカス、ビエチキシシバナザル、ライナパシーカス、ブレリッキーを足として種、中国シシバナザル都市、本種を元足、ゴールデンモンキーとする説もあった。以下の分類は MSW3 に従う。標高1200から3000メートル以上にある、落葉紅葉樹林、新葉樹林、根光林などに生息する。一頭のオスと、数頭のメスからなる群れを形成し、 その群れが集合した100から300頭に達する大規模な群れを形成することもある。昼間は小規模な群れに分散する。主に植物の葉を食べるが、樹皮、果実、種子、地類、昆虫、蝶類やその卵なども食べる。中国名は金、糸猿。体毛はコートなどに利用され、肉や骨が薬用になると信じられている。農地開発による生息地の破壊。 密漁、観光による格乱などにより生息数は減少している。1975年のワシントン条約発行時には、ワシントン条約付属書2、1985年に、シシバナザル属単位で、ワシントン条約付属書 i に掲載されている。日本では、リノピテクス属単位で、特定動物に指定されている。日本では、神戸市立王子動物園で、 初めて飼育家繁殖に成功し、東山動植物園、金沢動物園、ズーラシア、熊本市動植物園でも繁殖成功例がある。最有機に登場する孫悟空の容姿は、目が金色で体は白い。とあり風貌は異なるがモデルであると思われることがある。ありがとうございます。